アメリカの第二次世界大戦での十五のシンボル、ロージーザリベッター。国家総力戦において、戦場に行く男性の代わりに、女性が労働力として、戦争を支える存在として重視された十五とは、戦争の状況下で、戦場における銃の後ろ、すなわち前線に対して、直接の戦場ではない広報という意味で用いられる。第一次世界大戦以降の近代戦は、 国家総力戦により、戦線での兵力のみならず、戦線から離れた都市や工業地帯にも、戦略爆撃によって、戦争の影響が大きく、影を落とすこととなった。また、大量の火力と資源を消費することから、生産力とみなされていなかった女性や子供が、兵力として徴用された男性の代わりとして機能する、ことが要求された。第二次世界大戦では、連合国、 数軸国問わず多くの国が女性を労働力として重視し、軍事工場での生産のみならず、郵便配達、電車運転などのサービス業でも、男性の代わりとして女性が参加した。軍務においても、管理業務、通信業務、広報地域での運転などは、女性が当てられることが多かった。どちらかというと、女性の起用は連合国の方で広範囲であり、 ナチスドイツに至っては、ドイツ人男性がほぼ完全雇用に近い状態になっても、捕虜や占領国からの徴用に頼ることが多く、ドイツ人女性の起用には消極的であった。劣勢となった日本では、逼迫した労働力不足は、子供の徴用まで招き、学と勤労動員により子供も労働力として位置づけられた。また、こうした、 生産基盤での統制を実施するために、経済の統制や、十五におけるプロパガンダが重視された。また、労働力としての女性の社会進出により、女性の労働環境が整備され、結果として社会における女性の地位向上につながった。愛国婦人会特別会員賞。ありがとうございます。